皆さん、こんにちは。ということで、えー、ヤンキースファンの皆さん、そして、まあ、ヤンキースをね、ちょっと応援してくださっている方々、えー、ギリギリセーフということで、えー、本日、ヤンキース勝てましたということで、まあ、2勝2敗ということになりまして、明日、えー、ホームに帰ってですね、えー、最終第5戦ということで、まあ、明日で決まるという形になりますけども、 きの、まあ、ああいう負け方、その前もまああ,あいう負け方という感じで、えー、まあ、やられて、うん、ちょっとね、負け方も良くないというところではありましたけども、まあ、崖っぷちからちょっととどまれたということで、き、まあ、今日は良かったんではないかというところですね。うん、で今日は先発、えー、クアントリルということで、えー、初回ですね、トーレスがヒット。 でジャッジは三振で、その間にトーレスは盗塁で二塁へ行きまして、えー、続くリゾのセンター前ヒットでトーレスが帰、えー、ってきまして、1対0、ヤンキースがまあ1点先制と。ただ後続は倒れて、えー、その裏先発コール、えー、クワンが、ね、ヒットで、えー、盗塁しまして、えー、ロサリをホセラミは連続系とで。ネイラーをナイアフライで打ち取ると。 で2回、ドナルドソンがヒットでノーアウト1塁。カブレラは倒れましたが、ベーダーのツーランホームランで、えー、2点追加3対0と。でトレビーニョ、えー、ヒックスは倒れましたが、まあね、えー、この回も2点取れたと。で2回裏、ゴンザレスにヒット。でヒメネス、フォースアウト。アリアスをダブルプレーにで抑える。で3回、ヤンキースは三者凡退。で3回裏、 先頭ヘッジスにフォアボール。ゲストローを打ち取り、えー、クワンもホースアウトでツアウト一塁。ロサリオンにヒットが出て、えー、ツアウト一二塁となりまして、続くホセラミのまたポテンヒットということで、またレフト前のところに落ちたんですよね。でこれでまあクワンが帰りまして、えー、3対1と1点を返されるんですけども、えー、この間にホセラミがまあ2塁行こうとしたのかな。うん で、まあ、早急が帰ってきて、一塁へね、戻ったんですけども、まあ、そこでタッチアウトということで、えー、チャレンジもしたんですけども、まあ、靴がいらず、えー、ここはね、ヤンキースとしては大きかったと。で、4回、えー、ヤンキース三者凡退。で、4回裏、ネイラーにホームランを打たれまして、3対2と、えー、1点差に、えー、なります。ただ、後続は3人で抑えると。で、まあ、このネイラーのね、この、 大きなパフォーマンスをなんかやってましたけども、まああれをねコールがこうインタビュー受けてて、うん、まあどうでもいいと可愛かったって言ってましたけどもね。うん、で、5回、ワンアウトからトレビーニョの、えー、打球を、えー、ロサリオが送球エラーで出塁して、ヒックスがフォアボールでワンアウト1、2塁のチャンスだったんですけども、えー、トーレスの打球を、えー、まあノーバンでね、えー、ホセラミがとった かに見えたんですが、まあ、結局、こぼれててですねまあ、結果、えー、ダブルプレーということになりましてトーレスもまあ,あ取られたみたいな感じで見ながら走ってたのでまあ、多分、普通に走ってたら一塁はセーフだったんじゃないかなというタイミングでしたがまあ、そんなこともあってダブルプレーとなってしまってまあ、ここのねチャンスは逃すと、えー、そして5回裏ようやくコールが三者凡退で抑えまして6、えー 今回えー、クリーブランドはピッチャーがモーガンにチェンジとジャッジのヒットリドの、えーまあ、ギリギリフェアみたいな、ねえー、ツーベースでノーアウト2、3塁というところになりましてジャッジの犠牲フライで4対2と、えー、ヤンキース1点を追加して、まあ、2点差に、ねえー、広げるとただ、えー、続くドナルドソンカブレラが連続三振で結局1点のみということになりました。 でその裏、えー、この回もですねコールが三者凡退で、えー、抑えまして、7回ピッチャーがモリスにチェンジと、でヤンキースは三者凡退で、7回裏、ワンアウトからヒメネスがヒット、でベイラーが若干もたつく間に、えー、ヒメネスは、ね、二塁へ行って、えーまあ、ワンアウト二塁の、ね、ピンチでしたけども、続くアリアスと、えー、ダイダブレナンを三振に打ち取りまして、 まあ、コールが気迫を見せるとで8回は三者凡退で8回裏ピッチャーがホームズになりましてワンアウトからですねクワンに、まあ、フォアボールということで、まあ、簡単に、ね、出してですねああって感じだったんですけどもロサリオ、ホセラミと連続三振で抑えまして、えー、9回ヤンキースは3人で終了で9回裏ピッチャーペラルタがネイラー、ゴンザレス、ヒメネス 3人で抑えましてヤンキスが4対2で勝利とで ALDS は2勝2敗となりまして、えー、最終戦、ニューヨークへということになりましたで今日はコールが7イニング6安打2失点1フォアボール 8K1 ホームラン110球ですかねのまあ熱湯と言っていいんではないかというピッチングでしたけどもまあね印象からいうと 1, 1回からまあ4回までうん 毎回先頭打者が出るというホームランは先頭打者が出たっていうか、まあまあ、帰ってきてるんであれですけど、まあ、先頭にフォアボールないしヒットをかれてるって感じなわけですよね、うん、で、まあ、ピンチもありつつ、まあ、2失点と、まあ、ホームランとさっきのねそのホセラミのポテンの2失点ということでしたけども、まあ、ここのね間はなんか 微妙な感じというか、うん、どうなんだろうっていうね、うん、なんかね、元気がなさげというか、まあなんかそんな印象を持ったんですけども、まあ5回から7回はね、ギアを上げたのかね、まあ、気合い入れてね、投げてたなってう印象で、うん、で、結果的に7回に失点なんでね、 まあ負けたら終わりのチームを救った熱湯、えー、だったんではないかというところですね。うん。だからまあ結果、試合トータルというか、まあその7回まで投げたっていう結果を見たらまあいいコールが出てきたんだろうなというところですかね。ただまあね、フォーシームをやっぱ空振りしないでコツ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 当ててきてね、うん。まあなんか粘,粘られていやらしかったなって感じですかね。うん。でまあ甘く入ったら、 ね、コツンって、まあ、そのホームランは1本でね、まあ、あとは普通のヒットとかなんですけどただやっぱりねコツンっていかれるんですよねだからまあいやらしいよねっていう打,打撃ではあるかなと、うん、でまあ5回からはねあのうまく打ち取って7回のまあ2連続三振っていうところはまあ最後ね気合い入れて乗り切ったんだろうなというね、えー、まあ気迫が見えたので まあね、エースとして、えー、チームをこう引っ張ったというか救ったというかね、まあ、そんなピッチングでしたかね、うんでまあ、コールが7回まで行ってくれたので、まあね、やっぱリリーフが不安があるからなるべく、ねえー、少ない回のがいいわけで、まあ、8回、9回と、ねえー、2イニングで、まあ、ホームズ、ペラルタで、えー、抑えられたので良、ね、かったかなと。 でまあ、なんか9回は案外あっさり終わってくれたのでね、助かったかなっていう、うん、印象ですね。うん、でまあ、ただ、打つ方としてはね、あのホームラン以外で1点しか取れないというか、1回に1点ずつみたいなね、うん、なかなかこつながっていかないというか、つながった後につながらないっていうね、点を取った後につながらないみたいな。うん というところがまあ,あってですね、1回に1点しか取っちゃいけないのかっていう感じのね、攻撃ですけどもね、うん、なので、まあチャンスはあったんですけどもね、結局1点しか取れないっていうところで、まあ、なんでしょうね、勝ってるんですけど、やっぱりもうちょい点取っておきたいよねっていうね、その不安があるから、リリーフとかにね、うん、なので、もうちょい取れるとね、うん、いいかなっていう感じはしますね、うん。 ただまあそこがもうちょっとね、状態がまあその、打つ方のね、チーム的な状態もまあいいとは言えないよね、今の数字を見る限りね。なのでそこがもうちょい上がってきたら明日もうちょい楽にね、勝てるんではないかとは思いますけどもね。うん、で、3回のね、細ラミの一塁でアウトになってくれたのもまあそこはでかかったなっていうところですね。うん、あれでまあ、つながってるっていうか、あるままだと一三塁とかなんでね、 もう1点いかれてる可能性もあるしね、うん、まあ、そこは大きいなプレーだったかなと思いますね。ただ、まあ、なんか、勝ちが決まってな、ね、い、9回終わって抑えた後勝ちが決まったんですけど、まあ、ヤンキース的に、なんか表情がね、うん、非常に静かな表情だったかなっていう感じの、えー、見え方で、うん、まあ、今日負けたら終わりで、まあ、崖っぷちだったんですけどもね。 勝ったけど、まああんな感じなんだっていう表情、うんまあしを見据えてるっていうのもあるでしょうし、うんまあ、まだここでは終われないよねっていう、まあね、気持ちがあるっていうのもあるかもしれないんですけどもなんかね、えー、静かに表情で、まあ、内側は燃えてるんでしょうけどもね、うんまあ、まだ、えー、今、喜んでもしょうがないというかね、うん、ここじゃないという感じなんでしょう。 なので、まあ明日ぜひとも勝ってもらいたいというところですかね。うん、で、まあ、このところねコメントにあるあって、まあ、そのワイドカード組がね勝ってますけども、えー、ナショナル・リーグはね両方ともでまあ、アメリカン・リーグもまあアストロズ以外アストロズはまあ順当に勝ったんですけどもまああのねヤンキースと、えー、クリーブランド、えー、ガーディアンズはね、えー、まあ2勝2敗まで唯一 ね、ゲーム5まで行く戦いになりましたけども、まあ、その中でやっぱりワイルドカードが今年、ね、いつもは、ね、一戦で終わってって感じなんで、まあ、そんなに影響しないのかなと思うんですけど今年はまあ最大3ゲームあったわけですよねで最初でもまあ2ゲームあってでまあほとんどは3ゲームを戦ってきたのかな。うん まあ2ゲームか3ゲームですよね。ナショナルリーグは3ゲームだったかな。両方ともね。なので、その試合感的なものとか、まあそういう、まあ要はね、ディビジョンシリーズの先に決まっているところはまあ待ってるわけなので、まあ日本でもよく下克上って起こってましたよね、昔ね。最近はないかな。わか,かんないですけど。今年は多分優勝した同士だよね。うん、日本シリーズ。なんですけど、 まあやっぱそういうのもあってね、その試合感とか、うん、流れとかね、気持ちの入れようとかがやっぱり、ね、2試合、3試合やってきているチームが、ね、そのまま来るのと、じゃあ、ね、今から始まりますっていうのとはちょっと違うと思うんですよね、うん、試合感とか間が空くっていうのはね。うんまあ、なので、そのワイドカードが最大3ゲームになったって影響もある多少あるのかなっていうね、このナショナル・リーグ的に見れば、 ね。そっちが勝ったわけなんでね。うん。という感じもするかなと。ただまあ、ワイドカード組は、その分ね、ピッチャーを使ったりっていうのもあるので、まあ、決してね、こう、試合やってきたから、そのね、試合感とか入っていく気持ちとか有利かもしれないけど、まあ、その体力的な面でね、えー、言えば、やっぱりシードされてる方のが、まあ、有利は有利ですからね。ピッチャーが使われてないから。 なのでまあ何とも言えないんですけどでもやっぱそういう流れ的な部分を見ればそういうこともね、えー、影響してきてるのかなぁとはねちょっと思ったりしましたねうんで明日が、えー、シベールシベーリシベールと対イということになりまして、えー、シベーリかルかわかんないですけど彼なんか去年ぐらいか一昨年だからその前か忘れましたけど一瞬というか前半 線ぐらいいはななんんかかすごい良くてて、まあ、ちょっとなんか騒がれてた気がするんだよね、うん、ただあんまり今年は名前聞かないんであんまりよろしくなかったのかな今年はねで、うん。で、ヨンはこの前、えー、延長で負けた時に投げたんだよね、うん、なのでまあ結局まあゲーム5まで来ちゃうとね、うん、それまで投げてきたところっていうのは なかなかね、えー、感覚が開かないのでそのまま投入っていうのはなかなか難しくなってくるんでねもう明日は総力戦じゃないですかうんなのでまあとりあえず行けるところまで行って、まあ、どんどんつぎ込んでいくのかまあなんかそんな感じになるのかなとは思いますけどもねうんなのでまあなんとなく明日は序盤で多く点が入るんじゃないかなっていうふうにはちょっと予想するんですけども。 ただまあ、明日でね、何かしらね、えミスした方が、まあ、負けたら終わりなんで、明日で敗退となるわけなんでね、まあ、いい試合になることを、まあ、そうね、あの、点が多く入りそうだなとは思いつつも、まあ、いい試合になることをね、祈りたいなというところで、で、結果ヤンキースが、まあ、勝てればね、いいかなというふうに思います。まあ、ただ、 2戦良くない巻き方してとりあえず巻き返し,巻き返したので逆大手になりましたのでまあ明日とりあえずね決まるわけですから、うんまあ、最後になる可能性もあるしそのまま行く可能性もあるけど、まあ、基本的にね、あのー、多分ワールドシリーズまでとりあえず行かないとっていう風うな、ねえー、思いでやってると思うんですよね、うん、なのでまあここでは負けられないっていうのはあると思うので ま,あまず、アストロズとの、ねえー、対戦に進めるようにね、明日、とりあえず頑張ってもらうしかないというところですね。ただ、今日はよくコールが、ね、7回まで行ったなというところでね、うんまあ、エースという、ね、ものではあると思うので、彼がね、うんまあ、それをこのポストシーズンでは、ね、発揮してるんじゃないかなと思いますので、まあ、彼がまだ、ね、もう一回投げられるように、うん 明日、ぜひ勝ってもらいたいなというところですね。で、明日今日ね、まね、終わっちゃったら、明日試合がなかったんですけど、今日ねヤンキース勝ちましたので、明日が試合があって、で明後日からも NLCS なんで、き、ま、今日勝ったことによってねあの、野球の試合がない日がなくなったとっいうか、うん、減ったというかね、うんま、そんな感じにもなったので、えー、それはそれで良かったんじゃないかなと思いますけどもね。うん 結果なくなったのかな、うん、で日本時間の時19が NLCS の第一戦で、えー、そこがダルさんですね、うん。で、相手はまだ決まってないというところですね、ピッチャーが。うん、NLCS は、まあ、最大ね、えー、これはもう4戦選,選手ですから、最大がまあ7ゲームあるわけで、えー、第一戦が19で、第二戦が20で、 で21がお休み。で、22,23,24,25,26と、えー、ここはもう連戦になります。で、ALCS は第1戦が20日ですね。明日、18日、明日で決まって、19日がい1回空いて、で、20日が第1ゲーム。で、第2ゲームが21日。で、22がお休み。で、23,24,25,26,27ということで、 まあこれもね、4戦で決まっちゃえば、まあ、その後は試合ありませんけども、まあ、ただね、えー、ナショナルリーグは21日がなくて、えー、アメリカンリーグは22日がないんですけども、まあ、そのね、えー、ちょうど両リーグ、えーまあ、1試合になりますけどもね、えー、ちゃんと、えー、両片っぽがないときは片っぽがあるので、毎日まあ試合はあるような形になると思うんですね。だからまあ、 野球ファンとしては、えー、とりあえず野球は見れるんじゃないかなっていうね、感じなので、うん、まあそういう風にやってるんでしょうね、調整してね、ちゃんとね。同じでやっちゃうとね、うん、まあ試合がない日つまんないからっていうことでね、うん、おそらくまあそんな感じになってると思うんですけども、とりあえずまあヤンキース勝ったので、明日も試合があって、そのあさってが NLCS 初戦、ゲッドアルさんというとこなので、まあ明さってね、19日、 は絶対に注目の試合となりますのでね、うん、まあここも注目してほしいんですけど、まず明日ヤンキースが勝つというところにまあ、えー、注目を置いてどうなるかというところですね。と、うんうん、いうことで、えー、今日のの、ね、ポ、えー、ストシーズン情報ということになりました。えー、続いてねちょっとまあ別の ね、話ですけども、えー、ルーキーのね MLB2022 ルーキーの、えーまあ、ファーストチームとセカンドチームというのは発表されたということでちょっとご紹介しておこうと、えー、まずファーストチームですね、キャッチャーが、えー、ラッチマン、オリオールズのラッチマンですね。うん、まあ彼もねプロスペクトランク1位ということでね、うん、まあ1位でもねなかなかこう出てきていきなり活躍するかといったらそうではないんですけども、 まあキャッチャーとしても、ね、しっかりとこう出て、ねうん、活躍したと。で、ファーストが、えー、上位メネセス、ナショナルズということで、ファースト。で、セカンドがブ,ラブレンダン・ドノバン、カーディナルスで、サードがボビー・ウィット・ジュニアということで、ロイヤルズ、えー。彼は20ホームラン30盗塁ということでね、うん、素晴らしい。そしてショートがペーニャですね、アストロス 彼は22ホームランということでね、ただまあ、ね、ショートの穴をちゃんと埋めたということで、素晴らしいんではないかと。で、イアはフリオですね、まあもちろんフリオ、28ホームラン、25盗塁、うんまあ、素晴らしいね、来年も、えー、これ以上の活躍をね、できるようにというところでしょうけどもね、あとは、えー、ハリスですね、マイケル・ハリス、えー、ブレーブスのね、あとクワンということで、えー、外野3名と。 で、DH が、えー、ビニー、パスクア、T の、パスクアン T のロイヤルズということで、えー、まあ DH と。で、先発が、えー、ストライダー、えジョー・ライアン、ニック・ロドロ。で、ここでデトマーズがね、えー、ファーストチーム、先発枠で入りましたと。で、カービーですね、マリナーズ。で、リリーフピッチャーが、ディアスと、えー、バティスタと。 なっております。で、セカンドチームが、えー、メレンデス、ロイヤルズですね、キャッチャー。で、ファースがツインズのミランダ。で、セカンドがモレル、カブス。クリストはーモレルということで、まあ、彼はセカンドっていうか、まあ、センターもよくやってたけどもね、うん。まあ、ユーティリティ的なね、ところかなと。で、サードが、えー、リベラ。で、ショートがクルーズですね、オネイル・クルーズ。 外野、えー、がマッカーシー、ダイヤモンドバックス、マッカーシー。で、えー、ゴンザレスですね、カーディアンスのゴンザレス。で、鈴木の誠也さんが、えー、セカンドチームには入りましたと。で、DH がブライソン・ストット、フィリーズのストットですね。で、えー、先発枠がハンター・グリーン、エドワード・カブレーラ、えー、コントレラスですね、パイレーツのコントレラス。 で、えー、ギャレット。マーリンズ、ギャレット。で、あと、えー、アシックラフト。アシュクラフトかなレッツ。で、あと、デュランとえー、バークが、えー、リリーフ枠ということになっておりまして、これでまあ一応ね、えー、ルーキーの、まあファーストチームとセカンドチームというご紹介でしたけども、まあ、今年なんかね、結構、 ね、ルーキー出てきてまあなんかねなん毎年こんだけ出てくるかなみたいなねぐらいの活躍じゃなかったですか今年ってまあ分かんないですけども、うん、どうだろうねこんだけなんか結構ちゃんと活躍した人多かったかなっていうイメージですね毎年そうなのかもしれないんだけどまあ今年はなんかそのイメージが強いかなっていう、うん ふうに思いましたけどもね、うんまあ、ラッチマンでしょでまあボビー・ウィットもまあそうだし、えー、ペーニャもそうだし、えー、フリオもね、うん、そうですしね、まあ、ハリスクワントねでまああとストライダーとかね、うん、ジョー・ライアンもまあ12勝かですねなのでまあ なんでしょうね今年は、うん、結構目立ったところがルーキーだけど目立ったかなっていうところが多かった印象、個人的にね、うん、まあ去年のことを忘れちゃってるだけかもしれないんですけどもなんかねこうまあ大体、ね、毎年1人か2人はまあそれなりにっていうのはいると思うんですけど今年はまあ複数人結構いたのかなっていう、うん、印象ではありますよね。うん ということで、まあね、えー、今年良くても来年またどうかっていう話なんで、勝負の世界ですから、まあ来年もね、同じような活躍、それ以上の活躍がね、できるように頑張ってもらいたいというところですかね。うん。ということでね、えー、本日はね、これで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter、をロー、コメントよろしくお願いします。では、終わります。 続いてね、雑談ということで、えー、まあね、ちょいちょい WBC、ね、食わんとかね、えー、ま招、あ、集したらどうだっていう話がね、出てますけども、まあ、どうなんですかね、皆さん的にどう思います、招集についてね、うん、まあ、その招集するのはいいと思うんですよね、ただなんか、個人的に思うのは、日本で多分、そういう。 ところ召集しねねねええじゃかなみたいな、ねうんまあ、もちろんその人が全く足りない状況だったりしたらねまあねあ,るありえると思うんですけど他の国なんかもそうだし、うん、ただまあそのね一応 NPB というものがあるわけでプラスまあそっから選ぶ方がねっていう感じになっちゃうと思うんだよねなんか日本ってそんな気するんですけど。 まあだから栗山さん的には選びそうな気がするんですけど周りのいろいろな関係上まあ多分できないんじゃないかなっていうふうにはちょっと思うんですよね。でなんかキャッチャー的にはもう今回その強化試合的なの、うん、で選んでるえ人たちでもからいくみたいなね感じで書いてありますし。 さすがにキャッチャーはメジャーリーガー、例えば東岡とかいますけど、ヤンキースのね、さすがにその辺は、まあ、そのコミュニケーション的な問題もあるだろうしね、うんまあ、キャッチャーは多分難しいでしょうね、うん、ただまあ、ね、クワンとかそういうところだったらまあね招集して、まあ、大丈夫ではあると思うんですけどもね、本人が出たいかは分からないけど。うん ただなんか日本ってそういうことしなそうだなっていう僕のイメージはなんか、うん、あるかなと思うんですね。うん、でまあその関連で WBC、まあチケット持ち込んでねって散々言ってましてまあ結構ね、えー、申し込んだよっていうねコメントとか、えー、全部当たったらね僕は15万だか20万だかって言いましたけど25万か ?15 万か忘れちゃったんですけど20万かな。 だけどまあそれ以上ね、40何万とかね、えー、コメントありましたけども、ちょっとあのー、これあのね、明日、明後日に結果が発表で、で、二次選考の先着も明後日からなんですよ。で、これ頭おかしいのかなっていう、この失礼なんだけど、こんなこと言っちゃったら失礼なんだけど、本当に、本当申し訳ないけど、頭おかしいのかなって思ってて、 あの結果発表が10月の19日の3時からってなってんですよ。間違ってなければ。で、2次選考っていうのが10月19日の3時から、まあ15時ですね。うん、からってなってんですよ。ってことはさ、まあ普通に考えてね、これ選考じゃない、抽選のやつで申し込んで、 あ外れちゃったって言って19日のその3時からのやつにやるわけじゃないですか普通はねただその結果発表を見てる瞬間に始まっちゃってるわけですよこの二次戦着がだから結果どうだったとかじゃなくてそれをね、えー、取りに行かないともし全部外れてた場合取れなくなるってことだからね だがちょっとこれ1時間ぐらいずらしてほしかったけどもねっていうか、最悪その18日発表でよかったんじゃないのっていうね。うん。いや、だいたい普通ずらしてくれると思うんだけどね。まさかの結果発表と、えー、二次先行販売が同じ日時ってちょっとね、っていう感じで思いますけども。うん。いや、これはちょっとびっくりしたな。 さっき気づいたんですけどもねそういえばね、結果発表いつだっけっていうのと、えー、二次選考いつだっけっていうのを見てたらね、同じ日じゃんと思って。ね、多分同じ日でしょ、これ。いやー、これはまずいですね。まあ、当たっていればいいんだけど、あの、あの抽選の方でね。当たってれば問題ないんですけど、当たってなかったらね、この二次戦着っていうのに、行くの、行くっていうか、やる、 しかないわけなんですけどできないじゃんっていうねその結果が分かってないから結果表示しつつ二次選着の方もやらないといけないってことだね結局でまあ両方見ててあ当たってたってなればね、うん、まあやんなくていいかもしれないんですけどまあこれどうすんだよって感じですけどもねうんまあでもしょうがないかそういう感じでやるしかないですね 当たってるのを、まあなんか、パソコンか携帯かどっちかで、こう、チェックしながらも、申し込みもどっちかでやっておくって感じになるのかなと思うんで、まあそういうことになりますよね、多分ね。うん。なので、もしそれ、外れてたら先行の方に行こうとね、してた方は、多分そういう感じでやんないとできないと思うんですよ。なので、 まあそういう形でやってもらえたらいいのかなっていうね、ちょっとしたお知らせというか。うん、ということでね、えー、本日もご視聴いただきありがとうございましたということで、えー、雑談はね、これで終わりたいと思います。